この番組は服部区長の4月中旬から5月下旬の動きをダイジェストでお送りします。4月11日、台東区の連携都市、茨城県筑西市の副市長が服部区長を訪問しました。台東区と筑西市は特定分野における連携に関する協定と災害時相互応援協定を締結しています。特定分野における連携に関する協定は、それぞれが持つ資源や特徴、先進的な技術などを活かしながら互いの都市の活性化を目指すもので、筑西市とは平成29年度からこの協定を結んでいます。台東区さんとこう付き合ってんだっていうと羨ましがられますね。本当に区にもね、丸の庭祭りもそうだし、蔵前商のところもそうだし、お越しいただいてね、昨年ね、本当にありがとうございます。4月13日に行われた第20回浅草観音裏一葉桜祭り開会式での服部区長です。本当に一葉桜がもう満開でございますけれども、このお祭りはちょうど江戸開府400年記念事業として一葉桜の植樹をしようという地域の盛り上がりの中で始まりました。桜の成長とともにですね、台東区の春を彩るお祭りとして定着をしてまいりました。子ども歌舞伎、町会のお囃子、あるいは津軽三味線などですね、多彩な演目が用意をされていると伺っております。どうぞご来場の皆様にはぜひお楽しみをいただければと思います。本日ありがとうございます。4月20日、隅田公園特設馬場で行われた第40回浅草やぶさめでの服部区長です。やぶさめをはじめ、本区には江戸の昔から続く伝統行事や神社仏閣、名所旧跡の数々があり、町や暮らしの中に今もなお江戸の心が、そして文化が息づいています。それでは江戸時代から続く勇壮かつ華麗な日本の伝統行事、浅草やぶさめを存分にお楽しみください。 Let's enjoy やぶさめ。 Thank you。 ありがとうございます。5月27日、宮城県大崎市との姉妹都市提携40周年を記念して行われた式典に服部区長が出席しました。台東区と大崎市の交流は東北新幹線の開通を起源として始まり、本年1月40周年を迎えました。この間、文化、産業、スポーツなど本当にさまざまな分野で幅広い交流と連携を築いてまいりました。今日までさまざまな交流を通じて、台東区と大崎市は固い絆で結ばれています。大崎市のますますのご発展、大崎市民の皆様のご健康ご多幸を祈念いたしまして、挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございます。